綿流しというのは6月というちょっと変わった時期に毎年行われるこの雛見沢で一番大きなお祭りらしい。もちろん祭りと聞いておとなしくしていられる俺たち部活メンバーではない。俺たちの姿はお祭りの会場である古出神社にあった。ああ遅いですわ皆々様、レディーを待たせるとはケイチさんもなってないでございますわ。おお、そりゃすまんな。でその待たせたレディーってのはどこにいるんだ。なんですって。こんばんはですよみんな。ケイチもこんばんはです。はあ、巫女服姿のリカちゃん かわいい。お持ち帰り。おお、いいねいいね、今年も巫女姿決まってるじゃん。リカちゃんお祭りの実行委員をやってるって聞いてたけど、なるほどな、神事の巫女さん役ってことなのか。お仕事はお祭りの最後のところだけなのです。まだまだゆっくり遊べますですよ。ってことはここで時間を無駄にできないということですわ。参りましょう。よし、我が部の夏の風物詩綿流し祭ご強パクト始めるとしますか。おっしゃー。やあみんな、相変わらず元気そうだね。こんばんはではございますが、レディに断りもなくお写真を撮るのはエチケット違反でございますことよ。そうだな、ならば少なくとも里子の許可は必要だ。こんばんは。あ、明日帰られちゃうんですよね。素敵な写真はいっぱい撮れましたか。おかげさまでね、いい絵がたくさん撮れたよ。富竹のおじさまに会えるのも今晩限りなのね。お名残惜しいですわ。いい加減とっととメジャーデビューしてくださいよね。あ、相変わらず口が悪いな。その毒舌もまた半年聞けないかと思うと残念だよ。せいぜい今夜を楽しんでらしてくださいな。明日の夜にはもう東京なんですからね。そうだね、星が見える夜空なんてまた半年お預けだもんね。富竹さん、いっそ住めばいいじゃないですか、雛見沢。え？確かに不便なとこです。店もないし、娯楽もないし、何もないかもしれないけど、俺はまだここに引っ越してきて一月も経たないから、よくわからないけど、ここにはきっと。ありがとな、ケイチ君。ミオンちゃんに、レナちゃん、サトコちゃんに、リカちゃん。僕もここに住めたらきっと楽しいだろうなって思うよ。ケイチ君、大人をいじめちゃかわいそうだよ。またしばらくのお別れなんですからね。今夜は富竹さんにもたくさん楽しんでもらわなくっちゃ。ねえねえみーちゃん、どうだろう、富竹さんを部活に入部させてあげるのは。入部条件の一つに雛見沢在住ってのがあるんだけどね。あ、コツコツ毎年来てるからね、名誉市民と認定してあげよう。部長、園崎美音の名において名誉市民富竹氏の我が部への入部を許可する。なんだいその部活ってな。我が部はだな、複雑化する社会に対応するため。レナは弱いから始めないでほしいな。仲良くやろうね。子供のごっこ遊びと侮るつもりなら好都合でございますわ。身ぐるみ剥いでケツの毛までひんむいてやるぜ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活です。なるほど、よし、望むところだよ。その挑戦を受けて立とうじゃないか。お手柔らかに頼むよ先輩方。上等だ。ルールはいつも通り、ビリにはもちろんお約束の罰ゲーム。え大丈夫だよ、負けなきゃいいんだからね。ああそうだな。はっはっは、盛り上がってまいりましたよ。やっぱりお祭りはこうでなくてはいけないのです。これが童心ってやつなんだな。子供の頃を思い出すよ。